こんばんは。Jリーグマッチデーハイライトの時間です。さあ今回も今日行われました明治安田生命 J2 リーグ全試合をハイライトでお届けいたします。それでは本日のコメンテーターです。元日本代表鈴木孝幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リオ五輪の方ですけども、日本もいろんな競技で結構メダルラッシュ、そうですね、ですね、はい、なんか盛り上がってますけども、さサッカーの方なんですけども今日、予選リーグ突破できずという結果で終わりましたけども、はい、そうですね、残念でしたけどね、はいはい、あの参戦ご覧になっていかがでしたか。いやまあやはり、まあ、なんて言ってもいい、まあ、入りの初戦のね、はいはい、ところがまあ最後まで響いてしまったっていうのはありましたけど、うん、能力はね、個々の能力が、はい、まあ、だいぶ世界で通用するっていうところは非常に見て取れたので、あの今日のゲームとかは本当にこう主導権を握って、そうですね、はいはい、普通に戦えてたなという、そうですね、普通っていうよりもかなり押してたし、もう内容もしっかりね、あの勝ってたと思うんで、いい試合ができたなと思います。だからこそもう少しこのメンバーのサッカーがちょっと見たかったかなという気も。そうですね、まあでもまあ一言で言ったら、まあ経験不足に尽きると思うんで、今後の、うん、まあ今回の結果は、はい、今後の、まあ、代表の、はい、選ばれて、うん、それに生かしてほしいなと思いますけど、そこをちょっと楽しみにしたいですね、はい、そうですね、はい、それでは J2 の順位を確認しておきましょう。さあ順位は、このようになっておりますが、まあ、特にそのプレーオフ圏内というところを目指しての戦いもかなり、そうですね、熾烈を極めるという感じになるでしょうか。続いて下位です。はい、さあ下位の争いも激しくはなっておりますが、はい、そして今回ご紹介する対戦カードです。今日は J2 全11試合が行われました。はい、さあ出ますかね、高木さん、何かこう楽しみなカードなどありましたら。山口とマセレッソですかね、はい、あとはまあ千葉が監督が変わって、うんうん、ここ最近あまり勝ててないので、アウェーの北九州でどういう戦いを見せるかと。そうですね、そこもまあちょっと気になりますね、はい。そして後ほど維新100年記念公園陸上競技場と中継をつなげる予定です。それではまずは日発三木沢球技場で行われた11位横浜 FC と首位北海道コンサドーレ札幌の試合から振り返ります。4連勝で実戦負けなし、2位以下を引き離し始めた首位北海道コンサドーレ札幌。アウェーで戦う今節の相手は2試合連続の逆転勝利で5戦負けなし11位横浜 FC。ホームの横浜 FC は前節セレッソ戦と同じスタメン、逆転勝ちの流れを作ったキングカズはメンバー外、ヘイスとジュリーニョを怪我で欠く札幌、くしびきと宮沢が9試合ぶり、堀米、石井は2試合ぶりのスタメンです。前回対戦では5点を奪って快勝している札幌、13分福森が強烈なシュートを放つと、26分徳良のクロスを宮沢、クロスバーの跳ね返りを荒野、オーバーヘッドで狙いますがこのシュートは枠を外れます。札幌がチャンスを逃すと、前回との違いを見せたい横浜 FC も33分、佐藤健介のクロスに大久保、さらに35分には野崎のクロスのこぼれ球を野村、金山が弾いたボールを再び狙うもゴールならず。反撃に出ますがリーグ最少失点を誇る札幌の守備を最後のところで破れません。40分には伊庭が落としたボールを野崎が狙いますが、このシュートは枠を捉えず。中3日で戦う真夏の連戦は後半に入ると膠着状態。61分には札幌がゴールに迫りますが、こちらも横浜 FC の壁を破れません。状況を打開すべく先に動いたのは札幌。62分、左サイドの石井に変え、フォワードに内村を投入します。直後にはマセードが右サイドを突破、シュートは南に弾かれますが攻撃のギアを上げた札幌。67分には堀米雄斗のパスに投入された内村が抜け出します。しかしここも南の飛び出しに阻まれると、70分、横浜 FC は野村のコーナーキック、決めたのは大久保、金山が触ったボールをボレーで押し込みシーズン6ゴール目。
横浜 FC が先制点を奪います。リードした横浜 FC は77分、野崎に代えて永田を投入。ファイブバックで守りを固めると80分には決定的なピンチを迎えますが、遠くらのヘディングは西川がクリア。追い込まれた札幌、89分には原山が今にボールを奪われます。追加点は免れましたが、試合は1対0。札幌は11試合ぶりの敗戦。前回対戦の借りを返した横浜 FC が今シーズン初の3連勝です。なかなか取れてなくて、自分もすごいストレス感じましたけど、まあ、でもチームは勝ってたんで、そういった意味でのフラストレーションはなかったんですけど、まあ、ただやっぱこうやってホームでこれだけの観客の皆さんの中で、まあ、自分が決めて勝つことができて、まあ、本当に良かったと思います。勝利した横浜 FC ですけども、6戦負けなしの3連勝なんですけど、はい、高木さん、横浜 FC いかがですか？調子いいんですけど。いや、そうですね、最近、まあ、力強く勝ってる、うん、まあ、試合が多いんで、はい、多分選手たちもすごく手応えあるんじゃないですかね。やはりこう2トップが伊庭選手と大久保選手がこう2トップで、そうですね、うん、その2人がまあ前線にいるのはすごい強烈に、こうやっぱ相手のチームからしてみたらプレッシャーかかると思うし、はい、ヘディングも強いですからね。共に190センチ。はい、高木さんは大久保選手のゴール見てうまいっておっしゃってましたけど、はい、あまり見ないシュートでしかも左足で、はいはい、よく当てたなと思いましたけど、予想通りの軌道じゃなくてキーパーが触ってますけど、それにうまく反応。そうですね、体を残して左足でよくこれ左足一本で当てたなっていう感じでしたけど、ちょっと体一瞬逆にはなるんですけど残して、はい、そうですね、強いシュートだったからね入ったと思うんですけど、うん、はい、でもよく決めたなという、はい、ところでしたね。はい、この後は2位松本山雅と9試合ぶりの勝利なるか、20位 FC 岐阜の試合です。2試合連続で勝ちきれず、首位札幌との勝ち点差が7に広がった松本山雅 FC。 ホーム連戦で迎えるのはようやく連敗を止めたものの8試合勝利がない FC 岐阜。札幌を追うためには勝ち点3が欲しい松本。今年新たに誕生した祝日山の日、アルウィンにアルプス1万弱は鳴り響くのか。さあ、それではスタメンいきましょう。まずは松本山雅ですけども、ディフェンスラインの木山選手が出場停止ということになっています。後藤圭太選手がスタメンですね。そしてボランチは、岩間選手とパウリーノ選手が、スタメンということになりました。左サイドは那須川選手、そして前線ですけども、工藤選手、そしてウィリアンス選手がスタメン、そして三島選手がスタメンと、そうですね、いうことですけども、はい、高木さん、三島選手が松本に移籍して初めてスタメンということですか。はい、まあ、松本は長いボールやっぱり多いんで、はい、すごくいい補強だったんじゃないかなと思いますけどね。前線で、ね、そうですね、うん、しっかり空中戦で勝ってくれるんでね、うん、非常に良かった補強じゃないかなと思うんですけども、はい、松本サッカーに合うんじゃないかと。そうですね、はいはい、さあ、岐阜の方なんですけども、連敗7連敗で止めましたけども、前節は引き分けということで、はい、この試合では右サイドに、阿部選手を、スタメンということになりました。前線は立谷選手、小野選手、風間選手ということになっています。それではこの試合は現地から解説の片山雅人さん、実況の丸山孝之さんに伝えていただきます。こちら松本アルビンです。現在自動昇格圏内の松本山雅 FC、 ホームに20位 FC 岐阜を迎えての一戦となりました。それでは解説の片山雅人さんとともに振り返っていきます。今日は山の日ということで、大勢のサポーターファンが詰めかけたアルウィンでした、うん、まあ、素晴らしい雰囲気でしたね、アルウィンが ね、緑一色でしたもんね、はいはい、さあ、そんな中、うん、試合開始直後なんですが、はい、ウィリアンス選手が交錯します。最初のプレーでしたね、これ2回頭を打ってると思うんですけど、ここでちょっと負傷をしてしまったんですね、結果的にね、はい、10分でウィリアンス選手、はい、負傷退場で、うん、山本選手がここで入るということになりました、はい、さあ、そしてこちらは12分の松本のフリーキックです、はい、まあ、この時間帯こう岐阜のファールが増えてきてね、松本にセットプレー多くあって、その中のチャンスでしたけど、はい、まあ、こういうのを決めていきたいなというところですよね、松本としてはね、はい、この表情、工藤です、うん、さあ、そして18分先制の場面です、うん、ここで後藤です。まあ、これはもうマーカーを外した時点で勝負ありというところでしたね。フリーでしたからね、素晴らしいヘディングでしたし、はい、素晴らしい動きだし、ここで1回反転をしてマーカーを外す、はい、まあ、これはもう松本の作戦通りですね。
もうフリーですからね、あとは決めるだけですよね。後藤選手の今シーズン初ゴールで松本が1点を先制します、はい、さあそしてこちらは27分、うん、那須川が奪います、うん、ここからドリブルで持ち込んでシュート。まあ、この時間帯岐阜がね、奪ったボールを簡単に奪い返されるっていうシーン増えましたし、まあ、松本にとってはチャンスでしたね。でこれ思いっきり振り抜きましたけど、まあ、ボール1つか2つ分だと思うんですけどね、いいシュートだと思いますね、はいはい、前半の27分のプレーでした、うん、さあそして45分、まあこれエマンドロ選手がね、前半の最後の方に入ってき てきました。そこから岐阜の攻撃がちょっと活性化されましたね、はいはい、さあそして後半に入ります。岐阜にはロシャが入りました、うん、そうですね、まあ、ロシャ選手が入ったことによって、キックの種類も増えましたし、まあ、この試合セットプレー良かったんでね、お互いのチームチャンスになりましたね。62分のプレーでした、はい、さあそして64分です、うん、今度は松本、はい、さあここ左サイド岩間から三島、はい、これがポストでもう一つ駆動。そうなんですよね、まあ、このポスト決めなかったところですけど、ここ三島選手の不利だったんで決めてほしかったですけど、まあ、こういうところをね決めきれないと、まあ、苦しくなるなっていうところですよね、はい、追加点のチャンス決定機でしたね、うん、はい、まあ、ただ非常にいい攻撃でしたけどね、はい、74分の松本のフリーキックです、うん、まあ、最後は山本選手が頭で押し込んでいったシーンですけども、まあ、岐阜のディフェンダー陣も、ね、最後まで体をくっつけて ね、よく守ったシーンでもありましたね、はいはい、そして84分、松本のセットプレー構成ですが、うん、これ、ね、最後35番今選手が体をひねってのもうミラクルクリアですよね、はい、結果的にこのプレーがチームを救いましたよね。いいプレーですが、はい、下がりながらのヘディングなので難しいと思うんですけど、よく駆け出しました。さあそして90分の得点シーンです、うん、ここから最後ね、滝谷のシュート、まあ、ロシア選手の後ろから来るボール、これね、はい、非常に難しいボールだと思うんですけど、よくこう体をひねってね、はい、決めましたね。滝谷選手のゴールで丹波で岐阜が同点に追いついていきます、はい、岐阜もね前節ずいぶん粘り強くなってきましたね。そうですね、はい、で最後松本が猛攻仕掛けたんですけど、うん、一歩ね届かずということで、そうですね、このまま終わっちゃいましたけど、はい、結局ゲームは1対1のドローゲームということになりました、うん、松本は3試合連続の同点、うん、そして岐阜も2試合連続のドローというゲームになりました。というわけでこちらには FC 岐阜滝谷亮選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。同点ゴール振り返っていただけますか。もういいボールが来たのでもう当てるだけでした、はい。片山さんからはいかがですか、はい、まあ、後ろからねレオナルド・ロシャ選手のアウトにかかったようなボールが来たと思うんですけど、はい、そうですね、結構テクニカルなヘディングだったと思うんですけど、はい、まあ、もうしっかり当てるってことを意識して、うん、当てたらもういいコースいったんで決まってよかったです。入った瞬間はもうすごい叫んでたけど、はい、もう嬉しすぎて今日何も仕事してなかったんで他に、うん、本当点決めれてよかったです。まあ、ちょっと試合の入りから振り返ってもらうと、はい、なかなか前半はまあ孤立したというか難しい時間が続いたと思うんですけど、はい、 そうですね、そこら辺はどうですか。やっぱ守備の時間が長くて、うん、体力的にも本当しんどかったんですけど後半までしっかり粘ってできたのは良かったです。まあ、あとエバンドの選手がね、はい、最後前半の最後入ってきてからちょっと生き生きしてたかなっていう感じも見えたんですけど、そうですね、楽になりましたか。はい、エバンドの選手ボール持てるんで、うん、ちょっと助かりました本当に。まあ、それまではやっぱり高さもあると思うんですよね、はい、自信が、はい、ただ松本のディフェンダー陣も非常に強いディフェンダー陣、はい、やってみてどうでしたか。いやもうまだまだですね、もっと練習してもう次やった時はもうチンチンできるように頑張りたいと思います。竹谷が喋れるじゃないですか。竹谷選手は今日は地元の方でパブリックビューイングで応援されている方も大勢いらっしゃったそうですね、はい、いや本当たくさんのファンサポーターの皆様応援ありがとうございます、次に向けてまた頑張っていきたいのでホームということでまた来てください。頑張ります。次節は徳島戦ということになりますので、ね、はい、頑張ってください。この時間は滝谷選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。滝谷選手カメラ見ましたね。カメラ目線がかっこよかったですね。でも高木さんこれがフォワードでしょ、はい、その90分何も仕事してなくても、はい、
最後に決めてしまえばっていうことでしょ。そうですね、決めてしまえば気分がいいですよね、うん、あとは。でもこれができるかできないかで大きな違いなんですよね。いや大きい違いだと思います、はい、人生変わりますよ。いやでもそういうことですよ ね、 ね、はい、これで人生が変わったフォワードもたくさんいるわけですもんね。そうですね。あの高木さん、松本の方なんですけど、はい、これ決めきれないのか守りきれないのかってこれどっちなんですか。これうーん、守りきれてないって、まあ多分本人たちも分かってると思うんですけど、はい、いつも強い時の松本山雅だったら、うん、もう最後すごい固い守りでの、はい、勝ち切るっていうか、まあ、逃げ切るっていうような試合展開がすごい前は多かったと思うんですけど、はいはい、今はちょっとできてないかなっていうところですかね。まあ、最後のセットプレーのところもそれほど、うん、あの難しいマークではなかったと思うんで、あの集中力不足だと思うんですよね。その辺はしっかり見直した方がいい、まあ、かなとは思いますよね。最後の集中力の部分がやっぱ大事なところになってくる、ね、ということですね。ここは絶対走られちゃいけないところだと思うので、はい、それほど難しく走られてるわけではなかったんでね、はい、なるほど、はい、続いて12位愛媛 FC と3連勝で3位に浮上ファジアーノ岡山の試合です。今シーズン2度目の3連勝で3位に浮上したファジアーノ岡山、クラブ史上初の4連勝を目指し12位愛媛 FC のホームに乗り込みます。愛媛は前節から5人と大幅にメンバーを変更、3試合ぶりのスタメン西田剛がキャプテンマークを巻きます。岡山は前節から3人変更、新潟から期限付き移籍の酒井宣義は加入後初スタメンです。前節はスコールストローに終わった愛媛、13分縦への素早い攻撃を展開します。白井のクロスを西田がヘッドで狙いますが枠を捉えません。代わって岡山、25分岩政の正確なロングフィードから赤嶺にシュートチャンス。続く28分は愛媛、安田光大のロングパスを瀬沼、しかしいずれもゴールならず。前半は両チームに決定機が訪れましたがスコアレスで終了。後半最初のチャンスは愛媛、53分パク・カンイルのコーナーキックから川原が狙いますがポストを叩きます。さらに59分スローインのリスタートから安田がクロス、セルナがペナルティエリア内で倒されますがこのプレーに池内主審の笛はなりません。61分は岡山、酒井が力強さを見せ左サイドの片山へ、縦へのドリブル突破から速いクロス、これが西岡のオウンゴールを誘いアウェーの岡山が先制します。前回対戦では片山のロングスローに泣いた愛媛、この日も片山に翻弄されます。さらに岡山は72分、伊藤大輔が蹴ったボールは惜しくもポストに嫌われ追加点とはならず。ホームで意地を見せたい愛媛は75分、後半途中から入った小島がエリア内で渡辺に倒されたとして PK を獲得します。この PK を同じく後半途中出場の坂野、76分愛媛が同点とします。そして6分の後半アディショナルタイム、愛媛がチャンスを作りますが逆転ゴールは生まれず1対1の引き分け。岡山の連勝は3でストップしました。愛媛はこれで引き分けが13になるんですね。はい、あの高木さんは前節千葉と愛媛の解説もされてましたけど、はいはい、そうですね、愛媛の戦いいかがですか。愛媛は今シーズンずっと接戦で戦ってるんですよね、はいはいはい、なので非常に苦しい戦いをずっと、うん、粘り強く、まあ、やってると思うんですけども、うん、
でまあ、本人たちも、はい、あのそういう戦い、まあ、もう慣れてきてると思うし、うん、このまま多分最後までこういう戦い方をしていくと思うので、うん、ここからこう上に上がれるか下がるかは、うん、本当にあともう一踏ん張りできるかできないかで非常に変わってくる、まあ、微妙なところに愛媛は多分いると思います。もうだから紙一重でもっと上に行ける可能性も十分秘めてるという、はい、そうですね、はい、あの前線 の, あの個々の能力はすごく高いので、はい、うん、そのまあ選手たちが頑張れば上にさらに上に行ける可能性もありますよね。はい、ね、はい、この後は7位レノファ山口とここ4試合勝利のない4位セレッソ大阪の試合、スタジアムから中継もつなぎます。カズ狙えるか、右足振り抜いた、最年長ゴール記録更新。前節2点のリードを守れずに逆転負けを喫したセレッソ大阪、そのセレッソを迎え撃つのは2点のビハインドから逆転勝利を飾ったレノファ山口 FC。 立て直しを図るセレッソか、勢いで勝る山口か、対照的な試合を演じた両チームが激突。さあ、7位山口と4位セレッソの、ゲームになりますけども、はい、まあ、明日も紹介しますけど、スタジアムに相当たくさんのお客さんも、そうですね、入ってましたよね、はい、来られたということですけども、山口の方は前線の方に中山選手を、スタメンに持ってきたと、いうことになりますが、もうこちらのチームはもう戦い方もはっきりそうですね、はい、してますし、そうですね、まあ、面白いサッカーを繰り広げてるなという感じですけども、さあセレッソですけども、こちら、中盤ソーザ選手が出場停止、そして、3バックはい、にしてきましたね、はい、そして真ん中に、モニワ選手を持ってきたということになります。そして前線は最前線玉田選手を持ってきて、はい、その下に関口選手、杉本健雄選手、まあ、前線ちょっと負傷ありましたが心配しましたけども、スタメンで出てきたということになりますが、ちょっと楽しみに、そうです ね, ね、はい、したい選手ですけどもね、はい、さあどういうゲームになったでしょうか。それでは維新100年記念公園陸上競技場での一戦です。自動昇格へこれ以上足踏みできない4位セレッソ大阪、4試合勝利のない中、前回対戦で4対2と敗れた7位レノファ山口 FC のホームに乗り込みました。前節の敗戦後、クラブが声明を発表するなど緊張に包まれたセレッソですが、選手たちの気迫がいきなり実を結びます。8分、浮き球でつないだボールを杉本が落として関口、ループ気味のシュートが決まって今シーズン初ゴール、アウェーのセレッソが先制します。しかしその後は一進一退の展開、山口は11分、福光から島屋、セレッソも13分、セカンドボールを山口蛍が狙います。23分には山口、細かいパス交換で中央突破を仕掛けると、対するセレッソは26分にカウンターから決定機、杉本のクロスに玉田、さらに丸橋は詰め切れず、直後の27分、今度は山口、福光のシュートはわずかに枠の外、互いに見せ場の多かった前半ですが1対0のまま折り返します。後半もオープンな展開は変わらず、56分、セレッソは関口が右サイドを突破すれば、山口も59分、小池のカットインから途中出場岡本秀也、65分には山口の連携ミスをついてセレッソに決定機、鎌田が抜け出しますが一森に阻まれます。芋を冷やした山口も76分にビッグチャンス、三幸のパスに岡本、しかし今度はキム・ジンヒョンが立ち下がり同点ならず、すると流れはセレッソへ、84分、沢上のクロスに松田陸、豪快なボレーはブロックされますが、なおも攻めるセレッソは86分、杉本のクロスに山口蛍、ニアに飛び込んだ山口蛍がヒールで流し込み、 J 復帰後初ゴール、ついにセレッソがリードを広げます。終盤に突き放したセレッソが山口を2対0で破り5試合ぶりの勝利、3
3位に浮上しました。まあ本当に今4試合連続で厳しい試合だったので、まあ、流れを少しでも変えようと思って気持ちから入りました。自動昇格の2位をしっかり確保できるように1試合1試合をしっかり戦っていきたいなと思います。それではスタジアムから中継です。維新100年記念公演陸上競技場の成田さん、お願いします。お願いします。はい、維新公演です。こちらにはセレッソ大阪の山口蛍選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。まず5試合ぶりの勝利の味教えてください。いや本当今日の試合すごく厳しかったんですけど、チームとして、まあ、戦う気持ちを出して勝てたっていうのはすごく良かったと思います。今日の2点目、ご自身としても今季初ゴールとなりましたけども、振り返っていただけますか。まあ、チームに戻ってきて何か形のあるものを残したかったんで、まあ、今日ゴールができたっていうのも良かったですし、まあ、それが勝利に結びついたっていうのがまあ一番良かったと思います。それではスタジオの平畑さん、お願いします。はい、山口選手、平畑ですけども、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。お願いします。お願いします。後半かなりこう守備に、まあ、蛍選手は走ってるかなという感じしたんですけど、ゴールシーンはなぜあそこゴール前まで行こうという気持ちになったんでしょうか。いや、もうカウンターのチャンスでしたし、もう前が空いてるのが見えて、もう無心で走りました。あ、これはもういけるなっていう感じが来たわけですか。そうですね、もうこの形は結構自分の中でも飛び込んでいくのが得意な形なんで、もう剣佑からのボールが来るっていうのを信じて飛び込みました。結構難しいシュートのだったような気がするんですけど。そうですね、まあ、こういうのは1回も決めたことがないんですけど、たまたま入ってしまいました。入ってしまいましたけど、でもいいゴールでしたね。まあ、打った後にしか見えなかったんで、入ったかどうかは。打った瞬間はもうちょっと膝打撲して、それが痛いのが結構半々ぐらいだったんで、あんまり嬉しさはちょっとそこまでなかったんですけど。いやでも高木さん、ファインゴールですよね。はい、そうです ね、 ね、はい、まさかっていう感じのゴールでしたけど、はい、素晴らしかったと思いますけど。いいゴールでしたよね。で、蛍選手、これで、5試合ぶりの勝利なんですけど、どうですか、はい、チームの状況とか雰囲気いかがですか。まあ、勝ててない時間というか、まあ、勝ててない時でも、まあ、ポジティブな声っていうのはすごく出てましたし、チームとしてもすごく前向いてやろうっていう言葉がすごく出てましたし、それに今日山口っていう相手が、まあ、僕は初めて対戦したんですけど、うん、まあ、J2 の中でも本当1番2番ぐらいに僕としてはすごくいいチームだなっていうのを感じて、まあ、そのチームを相手にこうチームが一丸となって戦えて勝てたっていうのがすごく大きいなとは思いますね。今日は3バックで戦って無失点ということでしたけど、このあたりいかがですか。まあ、ここ4試合ずっと複数失点してたんで、今日ゼロで抑えられたっていうのがすごくやっぱり収穫、後ろにとっては収穫ではあると思いますね。かなりこう山口にボールを回される時間もありましたけども、しっかりとこうディフェンスしてるなという感じが見受けられたんですけど、いかがでしょう。前半戦に、まあ、僕は出てなかったんですけど、結構その前から取りに行ってワンタッチで崩されるっていうシーンがかなりあったって言ってたんで、まあ、今日は無理に取りに行かずにしっかり陣に引いてカウンターを狙うっていうのがチームとしての狙いだったんで、やっぱそれは今日はしっかり出せたなとは思いますね。ちょっと今 J2 は今週は連戦となりますけども、この山口の後が今度はホームで松本ですね、はい、このあたりいかがでしょう。そうですね、まあ、昇格を争う相手なんで絶対負けれないっていうのもありますし、ホームでしばらく勝ってないんで、やっぱりしっかり勝ってサポーターの皆さんにやっぱり勝利の味を届けたいなっていうのはありますね。多分J2 注目のゲームとなると思いますんで、楽しみにしております。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、今日はすいません、どうもありがとうございました。成田さんもありがとうございました。またお願いいたします。はい、維新公園からお伝えしました。はい、今日はでも14,532人ということで、そうですね、やっぱりセレッソ人気ありますよね。そうですね、メンバー的にはやっぱりいい選手が多いですし、うん、みんなやっぱり見たいのかなっていうふうには
ぱり思いますよね。その中であの山口もらしいサッカーをしてましたけども、非常にしてたと思います、うん、はい、あのセレッソ相手にね、あの臆することなくどんどん攻めてましたし、はい、あの決してこう個人能力で負けてるっていう感じは全くなかったですね、うん、正直押して、ね、上回ってたぐらいの後半はかなりこう攻戦時間も長かったですけどもね、うん、そうですね、あの攻撃のバリエーションもあるし、うん、いいチームだなと思いましたね。でもその中でもセレッソ勝てたっていうのはまず大きいですね一つ。そうですね、うん、あの今日勝てたっていうのもあるんですけど、はい、いまいちまあ内容でまあいまいちちょっとなっそう手応えはあまりこう感じれなかったのかなっていう試合内容では多分あったと思うんで、ということは逆に次節がまた大事になってくるという。そうですね、ここ全く気抜けないところだと思いますけど、はい、続いて13位徳島と8位町田、そして22位北九州と10位千葉の試合です。この試合の翌日から4日間開催される阿波踊りを勝利で迎えたい13位徳島ヴォルティス、8位 FC 町田ゼルビアとの一戦です。ホームの徳島は前節からスタメン4人を変更、前線には3試合ぶりに渡り山崎を起用、アウェーの町田は出場停止の時田に加えチーム最多得点の鈴木浩二が怪我のため欠場です。苦しい台所事情の町田、しかし絶好調のこの男がいました。11分決めたのは中村優也、第21節からゲームに復帰するとこれで出場した7試合で7ゴール目。徳島も黙っていません。32分カルリーニョスのロングパスを広瀬陸人が折り返し、最後は渡り、今シーズン7得点目を決めすぐさま同点。ハーフタイムには祭り林がスタジアムを彩ります。しかし後半立ち上がりの徳島は苦しい時間帯、51分リハンジェ、ここはポストに救われますが、この直後カウンターに出た徳島にアクシデント。1月に左膝を手術し、7月に戦線復帰したばかりのアレックスが右足の痛みを訴え、53分内田優斗との交代を余儀なくされます。それでも徳島は75分カウンターから左サイドを渡りが突破、山崎のパスから広瀬にビッグチャンス、しかしこのチャンスを決めきれません。試合は1対1の痛み分け、徳島次節は阿波踊り真っ只中の14日岐阜とのホームゲームです。おそらくここが一番きついところなんですけれども、まあ、あの誰が出てもあのしっかりいい準備をしてくれる選手がいますので、あの、まあ、あと2日間を大事にあのしっかり準備をして、次の岐阜さんに向けていきたいと思います。はい、ここ6試合勝利のない最下位ギラバンツ北九州、6連勝中と相性のいい10位ジェフユナイテッド千葉と対戦です。北九州は前節から3人入れ替え、内藤とケアから復帰の八角が今シーズン初スタメン、一方千葉は一気に5人変更、ベルディから期限付き移籍で加入の菅島は今シーズン初スタメンです。まずは5試合ぶりの勝利を狙う千葉、16分佐藤優也のフィードからクリアボールを拾った町田大和、思い切って狙ったシュートがそのままネットを揺らし千葉が先制。町田は5試合ぶりシーズン8ゴール目。リードした千葉はさらに34分、ここまで5ゴールを挙げている船山が狙いますが、ここは鈴木彩希にセーブされます。主導権を握る千葉、しかし38分内藤に対するファールでアランダに一発レッド、リードする千葉が前半のうちに10人となります。前半シュートゼロに終わった北九州、後半に入り49分風間幸輝がようやくこの試合のチーム初シュートを放ちます。さらに66分には前節加入後初ゴールを挙げた途中出場ロドリゴがシュート。早く追いつきたい北九州は69分
原和樹がヘッド。79分には途中出場元山のコーナーキックに前田和也が合わせますが、古巣対戦となる佐藤優也に阻まれます。北九州の反撃をしのいだ千葉は後半アディショナルタイム、途中出場エウトンが決めて勝負あり。長谷部監督代行を3試合目にして初勝利を手にしています。あと残り試合で3分の1、巻き返しをできるように、次節も頑張っていきたいと思います。千葉の方もここ4戦勝利がなかったんですけども、そうですね、途中で1人少ない状況になりながらも勝利しましたが、いかがでしたか。いやまあ苦しい状況の中でまあ勝てたっていうのはまあすごく自信になるんじゃないですかね。ずっとこう悪い流れが続いてましたんで、はい、ここで一回断ち切ってまたここからね、立て直していければっていうふうにはまあ思いますけど、はい、もっとねやっぱ上位にいなきゃいけないチームなんでね、はいはいはい、この一勝でこう喜んでる状態ではないと思うんで。なるほど、はい、これをきっかけにという。そうですね。町田大和選手のシュートはすごかったですね。いやすごかったですね。あの辺からシュートなんて打つようなタイプじゃないんですけどでも今シーズンやっぱりちょっと自信をつけたんですかね。まあ、そうですね。こういうとこから打つっていうことはやっぱ自信があるから、はい、思いっきりシュートに行けると思うんで、うん、だいぶ自信を持って今やプレーできてるんじゃないですかね。今シーズン入るまでゴール数はたったの1つ。そうですね、そんな感じでしたよね。どうやったらゴール取れるんだみたいなね、はい、ずっと悩んでましたけどね。でもそれが取れ始めるとというところですかね。そうですね、はい、この後は6位清水エスパルスと後半戦好調9位ビファーレン長崎の試合です。前節は首位札幌に敗れ今シーズン初の3連勝を逃した6位清水エスパルス。連敗は避けたい今節の相手は2連勝中の9位ビファーレン長崎を迎えての一戦です。清水は2人を変更、キーパーは杉山に代わり長崎から加入の植草が古巣対決。武坂は4試合ぶりのスタメン。同じく2人を入れ替えた長崎、チョミヌは4試合ぶり、前田雄介は2試合ぶりのスタメンです。前半は互いにシュートまでなかなかいけない展開となります。9分、長崎が最初のチャンスを迎えますが、これはオフサイドの判定。清水は3試合連続得点中のチョンテセにボールを集めますが、激しいチェックに遭い、前を向かせてもらえず。攻めあぐねた前半は清水がシュートゼロ、長崎は1本。前半はスコアレスで折り返します。後半は両チームとも攻勢を詰めます。47分、長崎は佐藤浩一がシュートを放つと、この直後には清水、ハワイからチョンテセ、さらに白崎が狙っていきます。59分、清水は石毛に変え、前節ゴールを挙げている北川を投入、1点を狙います。しかしチャンスは長崎。62分、パピヨン陣からのボールにチョミヌ、決定的でしたがゴールポストに弾かれると、この直後清水は枝村のクロスに白崎、さらに大久保の弾いたボールを北川、ゴールネットを揺らし、64分、ついに清水が均衡を破ります。北川は2試合連続シーズン7ゴール目。さらに清水は79分、ハワイのコーナーキックにチョンテセ、頭で終わって追加点。チョンテセは4試合連続ゴール、そして得点ランキングで長崎長井を抜く15得点目、単独トップに躍り出ます。完全にペースを引き寄せた清水、86分には途中出場村田、しかしこのビッグチャンスは決められず。それでも好調の長崎を2対0で下し、清水が4試合連続の複数得点で勝利、ホームで勝ち点3を積み上げました。今日みたいに拮抗した試合ではああやって途中交代で入ってきた高野が流れを変えてくれるだけでもありがたいのに、ああやってゴールを決めてくれたことに本当感謝したいと思うし、それが全てだと思います。自分の、
数字にはあんまこだわってないです。チームがチームを勝たせるゴールができればそれでいいです。何かこう暑さとともにこの選手の調子も上がってきたなという感じですけど。そうですね、やはりあのヘディングとか見てても能力は高いですよね。強いですし、そうですね、ジャンプ力も相当ありますし、はい、まあ、それ、まあ、そこのなんていうのかな、個人の高さにまあ頼ってしまってる部分も非常にあるかなっていうのは多分あると思うんで。なるほどなるほど。まあ味方も合わせやすいという部分ももちろんあるでしょうね。そうですね、それでまあ勝ってる点数がまあその勝ち点が積み上げられるんだったらそれはそれでいいところだとは思うんですけど、うん、自動昇格狙いたいので、はい、全体的なこうチームの調子も上げていかないと、うん、なかなかこうやっぱりそこまではたどり着けないと思うんで、だからチョンテス選手以外 そのシュートの形、ゴールの形をどんどん、そうですね、欲しいところと、それも欲しいですよね、というところですかね、はい、はい、続いて3連敗中16位モンテリオ山形と5位京都サンガの試合です。現在6試合勝利がなく3連敗中、苦しい戦いが続いている16位モンテディオ山形。対するは対照的に4戦負けなしと好調、前節の勝利で5位に浮上した京都サンガ FC。 ホームの山形、元京都の大黒はベンチスタート、前節怪我から復帰した林良平が8試合ぶりのスタメン。一方京都は前節と同じメンバー、佐藤健太郎は古巣対戦、山瀬は2試合連続ゴール中と好調です。積極的な立ち上がりを見せたのは連敗を止めたい山形。4分、佐藤雄平のコーナーキックに飛び込んだ田代、ボレーシュート。その後も山形攻勢の展開は続き、30分、田代が狙っていきます。なかなかチャンスを作れなかった京都も39分、堀米勇樹のシュートに走り込んだエスクデロセルヒオ。ここは山岸がゴールを許さず前半はスコアレス。後半も互いに譲らぬ展開、54分には京都、堀米のパスからエスクデロセルヒオが狙います。するとその直後、山形はセットプレーで反撃。佐藤雄平のフリーキックはゴールならず。主に決定打を放てない中、山形は75分、古巣対戦の大黒をピッチへ。すると86分、山田匠から大黒へ。京都ゴールに迫りますがレッドは揺らせず。大黒投入から劣勢が続いた京都もアディショナルタイム、途中出場ダニエル・ロビーニョ。ここは山岸が好セーブ。京都が前がかりになると終了間際には山形のカウンター。しかし途中出場鈴木優斗のシュートは枠を外れ、このまま試合終了。山形7試合ぶりの勝利はならなかったものの連敗は3でストップ。一方京都はこれで5試合負けなしと無敗をキープしています。それはあのスタジアムでいろいろ盛り上がるシーンあるんですけど、やっぱりああいうカウンターのシーンって本当にスタジアム盛り上がりますよね。そうですね、はい、選手でも感じるでしょ、うわーっていう。そうですね、あと緊張します。これを決めなきゃという盛り上がりとともに、うん、なるほどね。でもゲームの方は0対0ということでしたね。この辺は大黒選手らしいシーンではありましたけどね。そうですね、いい走り込みだったんですけどね、はい、ちょっとでしたよね。そうですね、惜しいシーンもありましたが、これですね、もちろん相手も前がかりに来るのでこういう形も生まれやすいというところもあるでしょうけどね、はい。今シーズンも番組では各節のノミネートゴールの投票を行っていますが、ここで J2 7月のベストゴールを発表します。7月全182ゴールの中から皆さんの投票により決定したナンバーワンゴールはこちらです。第24節北海道コンサドーレ札幌、戸倉健選手のこのゴールです。これはもう高木さんに見ていただきましょう。このヘディングなんですけど、すごいですね。やっぱりすごいですね。あんまり見たことないですよね、こっからこの勢いで。かなり距離ありますよ、はい、
で、あそこまで飛ばすという、これ何背筋が強いとかそういうのあるんですか。いやー、僕はああいうの決めたことないんで分かんないですでもすごいシュートですよね。はい、そうですね。はい、さあ8月は誰のゴールがベストゴールに選ばれるのでしょうか。お楽しみに。続いてはこちらの試合です。ヘディングシュート決まった。前節ホームではおよそ3ヶ月ぶりとなる勝利を飾ったザスパクサス群馬、背後に迫る降格ラインから遠ざかるためにも狙うは連勝。アウェーに乗り込む今節の相手はカマタマーレサヌキ。前回対戦で逆転負けの雪辱を果たし、群馬はシーズン開幕以来の連勝なるか。さあスタメン見ていきましょう。まずは鎌田真理さんの時ですけども、西選手が戻ってきて、これ右サイドでスタメンということになります。中間選手が左サイドに入って、前線には渡辺大吾選手ということで、今ガナハ選手がスリーバックの一角と。あー、すごいですね。いうことですね。この年でこの辺りまた北野監督のこの采配というのは面白いなという感じがね。そうですね、本人も結構いろいろ多分複雑な思いもあると思うんですけど、それを受け入れてやってるっていうのがしっかりすごいとしてね、はい、やるというところで。さあそして、ザスパ草津群馬ですけども、このゲームでは小林達樹選手が、スタメンで、吉浜選手が、トップ下に入る、こういう形になっています。それではこの試合は現地から解説の西村明宏さん、実況の山崎達也さんに伝えていただきます。はい、ピカラスタジアムです。こちらからは15位カマタマーレサヌキと19位ザスパ草津群馬の一戦をお伝えします。解説の西村明宏さんと一緒に振り返っていきます。さあホームの3連勝がかかるサヌキ、そして2連勝がかかる群馬。まずは前半の8分です。このセットプレー、今日はポイントになりましたね。そうですね、やはり素晴らしいキッカーが2人いるっていうことがね、相手をこんだけ迷わして、はいはい、キーパーもディフェンダーもやっぱりファーストボール競れなかったですね。この折り返しのボールを乾がもう気持ちで押し込んだというゴールでしたそうですね、もう体のどこでもいいからもうネット揺らすっていう感じでしたよね。そうでしたね、はい。さあそして今度は13分、これは清水がファインセーブでした。そうですね、まあ、でもこれもう当たったっていう感じですよね、まあ、それぐらいキックが良かったですよね。そうですね、はい。さあそして23分、松下からのパスです。はい、今のパスもね、本当に味方がね、受けやすいボール、はい、走ってるスピードを落とさない松下のやっぱキックの精度だと思います。まあ、枠には行きませんでしたけれども、今日象徴するようなパスでもあったように思われますが、はい、その後このビューティフルゴールです。はい、これもね、もう誰もが、私もそうです、絶対クロスだと思ったけど、はい、カモンには狙ってましたよね、絶対ね。ですね、はい、これだけやっぱりキックのやっぱり技術が高いと、はい、まあ、すごいやっぱりなんていうんですかね、いろんなことができるっていう技術の高さをね、改めて見せてもらいましたね。これ今のシーンで分かるんですけども、清水もクロスかというちょっと右寄りに位置を変えたところ、はい、アウトにかけて逃げるボールでしたね。そうなんですよね、はい、はい。さあそして今度はサヌキの、これがゴールシーン、高木から馬場、はい、もう迷わずに振り切りました。39分でした。もう本当コースといいタイミングといいね、はい、これちょっとキーパー難しかったと思いますよ。ブラインドにもなってますからね。しかしよくディフェンスを見て、これもゴールキーパー、今度は群馬の清水がもう動けませんでした。はい、また下を抜いたシュートでした。これで2対1。さあ今度は後半です。46分、これがね、最初のね、馬場からの、はい、スルーパスが木島へ、はい、どうですか、打つかそれとも抜くか、はい、でも迷わせたのは何もなく、はい、キーパーの清水君のポジションの良さです。あ、さあさらに今度は群馬の57分です。クロスを入れますが、これは今度はサヌキの清水がナイスセーブ。そうですね、前にこぼしてそのままね、やっぱシュートコース入ってきました。そして60分、松下のこのセットプレー、やはりボールいいですねもう信じて入るだけですよ ね、 ですね。あとはもう当てるだけ、触るだけ。そうですね。さあそして64分です。この中村からのスルーパス。そうですね、満を持して交代で、ね、入ってきた瀬川君、はい、
これも落ち着いて、もう中に決めたこのパスの段階でシュートを決めてましたね。そうですね。それとね、ここで簡単にちょっとね前に向かしちゃったよね。鎌田周りの守備が、ね、はい、それが残念でした。まあ、これが大きな3点目になりました。はい、でもやっぱりこれを決めてね、あの息の目を止めましたね。そうでしたね。さあ今度はさぬき66分です。この渡辺のフリーキック、こぼれ球ダイレクトで打っていきますが、これも惜しくやはり枠の中にはいきませんでした。この辺から、ね、シュート続くんですけどね、いかんせんやっぱりあのもう守備固められてね、うん、結構やっぱりあのシュートコースがあまりないんですよね、はい、この馬場からのクロスですが、これも残念ながら枠に行きません。まあ、しかしやっぱり群馬の、ね、守備も良かったなという印象もあったんですがね。そうですね、あの打たれてますけど、誰かが必ず体を寄せてるんでね、はい、シュートコースなかったですよ本当に。ね、このアランのシュートもゴールキーパーの正面、83分でした。そして90分です。さぬき、一度このボールを後ろに戻します、はい、小沢枠に行きませんでした。ちょっと焦っちゃうからね、やっぱり精度も低くなりましたよね。結局この試合は3対1でザスパ草津群馬がさぬきを下したゲームでした。というわけでこちらには3点目を叩き出しましたザスパ草津群馬の瀬川選手に来ていただきました。ナイスゴールでした。ありがとうございます。あのシーンちょっと振り返ってもらえますか。そうですね、旬がいいタイミングでダイレクトで縦パスもらって、でまあ、前向けたん で左に俊太君も走ってるの見えたんで、まあ、どっち使おうかなって思いながら、まあ、シュートコースが空いたんで、まあ、あんまり力まずに振り抜いて、まあ、ミートできたんで、自分的にも気持ちいいゴールだったなと思います。いや、あれで決まったシーンでした。西村さんどうですか。そうですね、今日のゲームはもちろんあの3対1の3点目でしたけど、確実にあの後半からね、さぬきのムードだったんでね、うん、それをやっぱり一周したのはあのゴールだったですね、うん。あのまあ、大学から入ってきてやっぱ今 J でやってるわけですよね、はい。まあ、はっきり言って僕もあまり、ね、無名の選手ですよね、はいはい。何がやっぱり今一番自分の中で楽しいですか。いや、まあ、そうですね、こう上位のチームだったり、うん、そういうチームと当たるときはやっぱりテレビに出てる選手が目の前にいるっていうのだけでも興奮しますし、うん、まあ、単純にサポーターの数だったりっていう、こう大きいスタジアムでやるっていう、もうシンプルなところがもう自分の中でそういうなんてアドレナリンと言いますか、そういう強い気持ちになんていうんですかね、繋がってると思うんで、まあ毎試合毎試合楽しいです。僕はやっぱり見ててね、やっぱりゴールに向かうっていうことがすごくいいなと思って、まあ今日のゲームをもらってすぐやっぱりゴール向かってね、ゴール目指すで、横からのボールにもやっぱり飛び込んでいくっていう、もう体の大きさとか関係ないですよね。やっぱりこの気迫をやっぱりこれからも見たいと思いますよね、はい。そのあたりのところどうですか。そうですね、まあ、大学時代からこうゴールに向かってプレーしろっていうのは毎回というか毎日のように言われてきたんで、まあ、それが今こう実ったというか、まあ、それはこうサッカー人生が終わるまで常に考えてプレーしていきたいなというふうに思ってます。まあ、このゴールでね、瀬川選手の名前が今度は全国区になりますんでね、これからも応援していきたいと思います。そうですね、本当に、ナイスゴールでした。まあ、でもあともう 2,3 点取らなきゃダメですね。そうですね、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。勝ちましたザスパ草津群馬瀬川選手にお話を聞きました。西村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。瀬川選手ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺でピカラスタジアムからお別れします。西村さん厳しいっすわ。いやーねー今日インタビュー面白いですね。面白いちょっと瀬川選手はちょっと迷ってますけど瀬川選手のシュートもすごかったですけど、松下選手のシュートもすごかったですよ。すごかったですね。かなり遠い距離でしたけどね。そうですね、やっぱキックに自信がないとあそこは狙えないですからね。そうですね、もともとすごいパンチ力はありますけども、見事なこれ、あのシュートを打つタイミングとかそういう雰囲気がなかったんですけど、はい、行っちゃうんですね。そうですね、自信がないと蹴れないですよ。あ、狙うイメージが持てないです、まあ、そういう発想にならないってことですね。あ、ならないですね。でも自信があるから、あ、そうですね、もしかしたら行けるかもっていうところで、そうですね、少しキーパーももしかしたらクロスかなっていう感じでちょっと逆を取られたような、そうですね、感じもありましたかね、はい。続いて14位水戸と17位熊本、そして18位東京ヴェルディと21位金沢の試合です。3試合負けのない14位水戸ホーリーホック、2連敗中の17位
ロアッソ熊本を迎えての一戦です。水戸は前節からスタメン2人を変更、右サイドバックの石上は10試合ぶりのスタメン。アウェーで6試合勝利のない熊本は前節からスタメン5人を入れ替え、この試合に臨みます。最初のチャンスは水戸、27分船谷から白井、ピンチをしのいだ熊本は30分、右サイドバックの黒木がドリブルから左足を振り抜きます。黒木の今シーズン3ゴール目で熊本が4試合ぶりに先制します。3試合ぶりに失点を喫した水戸は後半に入り53分、平松の体を張ったキープから最後はロメロフランク、ロメロフランクの10試合ぶり今シーズン2ゴール目で1対1、水戸が追いつきます。追いつかれた熊本は77分、岡本矢崎からボールを受けた清武がここから狙っていくと、88分には高柳の落としから途中出場若杉、しかしいずれも笠原のファインセーブに遭い勝ち越しとはなりません。一方水戸は90分に決定機、ロメロフランクが熊本ボールに迫りますがクロスバーに阻まれ逆転ならず。熊本はこれで4試合勝利なし、一方水戸は4試合負けなしです。味の素スタジアムでは残留争い直接対決、18位東京ヴェルディ対21位スウェーデン金沢の一戦。前節から2人スタメンを入れ替えたヴェルディは杉本龍司が7試合ぶり、これが J2 通算100試合目の出場となる安西光輝が4試合ぶりのスタメン。一方金沢は1人入れ替え辻尾が4試合ぶりのスタメンです。金沢戦は過去2分1敗と勝ったことがないヴェルディは12分、コーナーキックのサインプレーからチャンスを迎えます。安西和樹のクロスに井林、6試合ぶりシーズン4ゴール目で金沢戦初勝利を狙うヴェルディが先制します。リードを許した金沢ですが38分辻尾に決定機、一度は鈴木亮太に止められますがもう一度蹴り込んで今シーズン初ゴール、金沢が前半のうちに追いつきます。後半に入り55分、金沢辻尾のフリーキック、これが鈴木亮太のセーブに合うとベルディは66分安西光輝のクロスを途中出場アラン・ピネイロが落として沢井、9試合ぶりのゴールで2対1、ベルディが勝ち越します。勢いに乗るベルディはなおも77分、安西和樹のクロスに再び沢井、連続ゴールでシーズン5得点目、ベルディが体を突き荒らします。今シーズン初の3得点となったベルディ、後半アディショナルタイムにはアラン・ピネイロも決めて4対1、ベルディが金沢戦4試合目で初勝利を挙げています。本当にチームの勝利が大事ですし、まあ、そのために自分がもう1点取れればよかったチャンスもありましたし、そこは決めないといけない場面でしたけど、まあ、本当に勝てて勝ち点3取れてよかったなと思います。これはベルディは快勝と言ってもいいでしょうね。そうですね、うん、はい、さあそしてあこれねちょっと金沢やっぱり点を取られると耐えきれなくなってしまいましたかね。そうですね、ちょっと厳しい状態かなというふうには思いますよね。サイドからの崩しでちょっと崩されたような形もありましたし、はい、ヴェルディが4対1、水戸の方はロメロフランク選手らしい爽快なシュートでしたけども ね、力強かったですね。はい、それでは明治安田生命 J2 リーグ戦暫定の順位表です。さあこのようになりましたけども、次節セレッソホームでセレッソ対松本ということで、これかなり注目になるんじゃないですか。そうですね、どちらも負けたくないところだと思いますし、落としたくないですよね勝ち点を、はい、どんなゲームになるんでしょうかね。続いて回です。はい、
さあ下位はこのようになっております。はい、そしてゴールランキングです。さあチョンテセ選手が15までゴールを伸ばしています。それではここで今節のノミネートゴールの投票は締め切りとさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。この後は今日の全ゴールそしてノミネートゴールの発表です。今日は24ゴールが決まりました。この中から3ゴールが今節のノミネートゴールに選ばれます。それでは今節のノミネートゴールはこちらです。千葉町田大和選手。これは高木さんいかがですか。もういや素晴らしい一言ですねなかなかこう簡単に決まるようなゴールじゃないですもんね。群馬松下優輝選手もかなり遠いですし、どっちも遠いシュートですけどね。なんか打つ雰囲気じゃないですもんね。セレッソ山口蛍選手。これでもよく入っていきましたし、そうですね、よく当てましたね。それに素晴らしかったですね。はい、さあ8月は誰のゴールがベストゴールとなるのでしょうか。それでは J1 次節の対戦カードです。ヴィッセル神戸対 FC 東京の一戦は 4K 生中継。湘南ベルマーレ対サンフレッチェ広島は J リーグサタデーナイトマッチとなります。さあ高木さん何か注目のカードありましたら、はい、いややっぱりあのコンサドーレですよね。ここ J1 の方ですね。あ J1 の方、はいはい、J1 の方だったら、うん、そうです、浦和ですかね。やっぱりなるほど。あとまあフロンターレですよね、うんうん、は
はい、注目してます、まあ、甲府と新潟とも結構ね順位の近い、ね、はい、チーム同士の対決が大事なゲームですけどもね、はい、スカパーとスカパープレミアムサービスでは J1 リーグ全試合を生中継、 J リーグオンデマンドでは全試合をライブ配信いたします。続いて J2 です。さあ J2 は高木さんいかがですか。まあ、さっき言ったんですコンサドーレですよね。札幌今節あの敗れましたけども、そうですね、はい、連敗はしたくないと思うんですよ、ね、うん、でも連敗すると、うん、もしかしてっていうのも多分選手たちも思うと思うんで、なるほど、そこは避けたいところだと思うんですよね。まあ、ホームでは強いですからね、はい、絶対負けたくないと思いますよ。どんなゲームになるでしょうかね、はい、スカパープレミアムサービスでは J2 リーグ全試合を生中継、 J リーグオンデマンドでは全試合をライブ配信いたします。高木さん、次節はあの清水と山口とか結構順位が近かったりとか、はい、京都町田とか、そうですね、あの注目の試合があると思うんですけど、どちらも負けたくない、負けたら結構嫌な雰囲気になる戦いが多いと思うんで、はい、ちょっと次節もぜひ注目していただきたいと思います、はい、ということで今回鈴木貴明さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。